とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ボスをワンパンできる技がありますと、そういうコメントだったね。で、これを試してみたところ、ワンパンできました。めちゃくちゃ簡単にできた。なので今日は、視聴者さんにこのことを伝えていきたいと思います。では、ワンパンの必殺技いきましょう。さあ、それではやっていきましょう。ちなみにこの技なんだけども、条件があります。それが召喚されたボスにのみ適用されるっていうことだね。召喚されてないやつには、効きません。召喚っていうのがピンク色っていうか紫色っていうか、サークルができて、そして登場するボスがいるよね。あれが召喚です。俺が今勝手に名付けました。あそこに地雷を置いときます。そうすると、無条件でワンパンで倒すことができます。ちなみにね、俺はちょっと強めのやつしか持ってないんだけども、レベル低いやつでも大丈夫らしいです。レベルがもう1のやつとかでも、地雷であれば大丈夫みたいですね。では、とりあえずやってみましょう。出てくるところに置いておく。こんな感じです。ワンパン。ワンパンよ。すごいよね。ちなみに、この技だけども、地雷じゃなくても、衝撃波でもできます。衝撃波を当てるんだよね。根元の方を当てちゃうと、物理攻撃の方が当たっちゃうんでダメだけども、衝撃波の先の方、もう衝撃波のみを当てると、これでもワンパンでいけます。いくよ。こんな感じ。はい。これも、召喚される敵だったらば、誰でもワンパンいけます。それでは、ラスボスで試してみましょう。もちろんラスボスも召喚して現れるタイプなので、大丈夫です。この辺かな？この辺に、地雷を仕掛けとけば、大丈夫です。OK。これ完璧でしょう。あー、外してる若干外してる。まあ、今のは外したね。間違いなく。次、ボス。これ本気になった時に、ちょっとやっちゃおうか。うん。次、本気になった時にやっちゃいましょう。やばい、なんか地雷が勝手に発動しよるな。OK。ここで来い。出てきた時にほらほら倒した。若干この地雷の丸がちっちゃいから当てるのがちょっと難しいよね。ラスボスのちっちゃい方はむしろこの衝撃波の方が倒しやすいかも。うん。この位置だったら、ここら辺だったら確実かな。もうちょっと横行こう。うん。この辺だったら確実。いけると思う。これの方が多分確実かな。うん。で、次のでかいやつも、これいけるか？あ、いけた。大丈夫でした。はーい。まあ、こんな感じで、ワンパンで倒す方法があります。まあ、多分衝撃波と地雷以外でも、いけるやつはあると思うんだよな。まあ、今のところちょっとまだ発見できてないけども、まあ、地雷と衝撃波、やりやすい方で倒してみてください。もちろん倒せないやつもいます。裏ボスとか、その辺はちょっと難しいけども、まあ、ラスボスとか、でかいやつとか、そういうのは全然ワンパンでいけるので、試してみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。